はい、こんにちは。電子音楽専門チャンネル北条一也のスケープレディオセッション3。どうも、音楽レーベルスケープレックス東京の北条一也です。はい、本日600回目の放送になります。ゴールデンウィーク後半すごく快晴で夏日もあったんですが、今週は雨日和でした。いきなり降った日もあったので、洗濯物が濡れたという方も多いんじゃないでしょうか。うちも濡れてしまい大変でした。さて、本日のスケープレディオは90年代のオルタナティブロックの名盤の数々を録音した US インディーロックのアイコンをレコメン。本日のスケープレディオは90年代のオルタナティブロックの名盤の数々を録音した US インディーロックのアイコン、スティーブ・アルビニをレコメンしたいと思います。先日5月7日、61歳の若さで逝去されました。追悼特集と題しまして、今回はレコメンさせていただきます。まずは簡単にスティーブ・アルビニのプロフィールを紹介しますと、シカゴを中心としたアメリカ中西部を拠点に、1980年代後期以降のオルタナティブロック、アンダーグラウンドロックシーンを代表する名エンジニアがスティーブ・アルビニです。1962年にカリフォルニア州パサデナに生まれ、1974年にモンタナ州ミズーラに移住。14、5歳の時に同級生の影響でラモーンズに夢中になります。1981年、ノースウェスタン大学在学中にバンドビッグブラックを結成。1984年にホームステッドレコーズから EP Racer X でデビュー。同バンドで2枚のアルバムをリリースした後、メンバーがロースクールへ入学するために解散。1987年にはスキャンダラスなバンド、レイプマンを結成。1992年にはバンド、シェラックを結成し、2015年には来日公演を行います。さらにレコーディングエンジニアとしてニルバーナ、ピクシーズをはじめ90年代のオルタナティブロックの名盤の数々を録音。2024年5月、シェラック10年ぶりのアルバムをリリース。はい、簡単にスティーブ・アルビニのプロフィールを紹介したのですが、一般的にはニルバーナの大ヒット作ネバーマインドの後にリリースされたサードアルバムインユーテロのレコーディングエンジニアとしてその名前を知っているという方も多いかと思います。ニルバーナの他にもピクシーズ、モグワイ、ヘルメット、 PJ ハービー、マニックストリートプリーチャーズなど多くのバンドのレコーディングエンジニアとしてあまりにも有名です。日本とのゆかりも深く、80年代にアルビニが活動していたレイプマンというバンド名は日本の漫画ザ・レイプマンに由来していたり、日本のバンドメルトバナナはじめゼニゲバやボリス、5471、モノ、ゲザンなど多くの日本のバンドのレコーディングもしています。インディーロックもたまにレコメンしているスケープレディオですが、基本は電子音楽やクラブミュージックを専門に扱っているんですが、今回なぜ US オルタナのアイコンとも呼ばれるアルビニをレコメンしたかと言いますと、アルビニが80年代に結成していた最初のバンド、ビッグブラックがめちゃくちゃかっこいいんです。パンクバンドですが、ドラムが生ドラムではなく打ち込みのドラム、いわゆるドラムマシーンで、なおかつギターも金属音的なギター音でして、インダストリアルロックの先駆けとも言われるバンドです。後のデジタルハードコアへも影響を与えたんじゃないかなと思います。1987年に発表したビッグブラックの2作目のアルバム Song About Fucking が昨年4月に LP 再発されており、聴いてみたんですが、クラフトワークのカバーも収録されていたりと、電子音楽やインダストリアルが好きな人にはドンズバで刺さる素晴らしい内容のアルバムでした。本当はこのアルバムから楽曲紹介をしたかったんですが、なんとビッグブラック1曲も Spotify に入ってないんです。なのでこちら気になった方は YouTube でも聞けましたので、検索して聞いていただければと思います。
というわけで本日の3曲は Spotify でも聴けるアルビニが関わった日本のバンドから選曲しました。1曲目はアルビニとジム・オルークの共同プロデュースのベルト・バナナの94年作 Scratch は Stitch より Six Deep Everywhere。 2曲目はハードコアバンドゼニゲバの93年作ナイハより All Body。3曲目はインストバンドモノが今年4月にリリースした EP より Earth。 聴いてください。1曲目はアルビニとジム・オルークの共同プロデュースのメルト・バナナの94年作 Scratch or Stitch より Six Deep Everywhere。 2曲目はハードコアバンドゼニゲバの93年作ナイハより All Body。3曲目はインストバンドモノが今年4月にリリースした EP より Earth、 聴いていただきました。独自のサウンドで音楽家をインスパイアしてきたスティーブ・アルビニ、心よりご冥福をお祈りいたします。今日レコメンしました3曲は Spotify Podcast で楽曲も込みで聴けますのでぜひチェックしてください。プレイリストもありますので楽曲のみ聴くことも可能です。それでは今日はこの辺で、また来週土曜日に会いましょう。北条せやでした。